何ゲーなの？まず乗るかって今。なんで乗れんのこれ。あー、つかめないなー。まだ俺はこのゲームに馴染めてないねー。なんもわかんないもんなー。なんで鹿が乗れるんだ。ジャンプ、ダッシュ。まあ別に不思議なことこはないね今のところ。しかもなんか緊急事態になったら二足歩行する時もあるよな。まあ別に普通だな今のところ。まあ別に今のところ不思議なところは一つもないかな。ただの鹿の散歩ゲーっていう感じで、なんかあんまおもろくないね。で、何をするゲームなんだよ。何をするゲームなんだ。俺は何をすればいいんだ。とりあえず人を殺しに行くか。なんで物理的にこれはパワーで勝るのこれ。なんでこれをこうなんでこれで勝てるんだこいつに。俺はこうなるの。了解。車乗れるよ。しかも乗れるよ。あー、まだつかめないな。いるじゃん、人がいるじゃん。お前らを殺したかったんだよ俺は。まあ別に挨拶もするか。まあ普通かな今。まあダンスのチョイスもこれだね。数あるダンスの中でこれか。まあ普通か。ブラジル式のやつか。まあ入るか。もう別に鹿は人に普通の生えさすよな。これ何の意味があるのこれ。鹿にしまくってるけど。ああ、どうしたの。何ライオン警察に捕まったんだけど。どういうこと。何にすればいいの。ライオンくんじゃねこれ。町破壊ゲームだ。理解した。分かった。しもべを連れて町を破壊して、この災害レベルってのを上げると警察出てくんだ。なるほどね。だから俺がこの体格、なんでお前らそこ走ってんだ。どうやってこれ倒すんだろう。なんかあるよ。これ拾えないの。これ拾えないの。いや、そもそもこいつら殺せるんだ。余裕だわ。あー、これまあブラセフだね。まあ、こいつらに戦闘力はない。さっきの刀、ちょっと一回刀のとこ戻っていいか。わかんない、何がトリガーなんだろう。俺今何をしましたか。なるほど、これはちょっと強敵そうだ。
なるほど、装備とかじゃないんだ。羊はもういいんだけど、羊はもう武装できちゃうんだけど。あるよこんなんが。刀は持つけど銃は持たないんだ。まあそっか、別に。おーすげえな。いやーでもダメージがあるわけじゃねえし、なんかしもべもなんもしねえし。しもべお前戦え。しもべがついてきてるだけじゃねえか。とりあえずこの家を壊してみよう。来たね来たね。あいつらの活用方法がわからないよ。あーあー出ちゃった。ほらあちょ逃げて、ちょ逃げよう一回。え爆発しないけど。爆発しねえって。いやウォーカーさん、なんかそんな偉そうなんだお前。このさ、手榴弾クソほど出てる。あ、爆発してるわ、してる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 。これね、ただ爆発ってでかいぞ。こういうの壊しやすいです。あーいいねいいね、ダメージ増えてきた。あはあー意外とね、爽快感があるかもわからない。お前それ落としてくれんだ、いいのかい。悪いね、もらっちゃうよ。なんかこれはこれいけるわ。災害レベルをバカバカ上げていこう。あともう一個ビルを壊したらいらない、ちょっと剣は。災害レベルが A になる。俺これ何円で買ったっけ。消えた。いただきます。2本もついた。あ誰来んの？これ最終的にロケ。どこだよ。まあ、ピコもこういう時あるよ、普通に。気に入らんかったら、人が。こうして、こうして、こうよ、ピコは。あんぐらいするよ。え、みんなんちの犬は？しない？あんまり。あるけどな、別に。なんだお前。あそこじゃね？明らかにあそこだろ。氷にしてるでしょ。まあ、なんか今ので分かったけど、これ、走れちゃうわ。えっ！まずお前ら行け。ドスパーがスポンサーについてる。あ、行け早く。ほら行け。絶対に強い。なんか、カットシーンだけだと分かんなかったけど、おめえ、でけえな。ちょ、一発だけ。あ、なんかマトリックスみたいに止めてねえか、ネオみたいに。いくぞ。目が怖いよ。うわもう全揃いだわ今までの。ああThank you.
別にさ、ウサギの足が足でよくねって思ったのは俺だけか。強いが、うわ強い、ちょっと待って、普通に強いわ。なんで耳が足にしないといけないのっていう疑問はさて、うわ待って避けんのむずい。はいか、頑張れ。どこにないじゃない人間どもは。人間の時代は終わったんだ。生類哀れみの時に。あ、でも意外と食らってるか。動物の時代なんだよ。何をしてんのこいつは。あら、なんかあ、近くに行かないと食らわないんだ。一応半分こいつはこれさ、これ武器強すぎてさ、これコイン食らってさ、ひざまずいちゃってんじゃないのこれ。これ多分これはめてるよね。あ、これは使用的にいいのか。別に俺レアな武器とか多分拾ってねえけどな。あ、やべ、あ、これやばいな。ちょっと待って、向いてる方向が違うだろ。避けようがねえ。まさか。全然ないよ、全然。だってコアラ倒しても意味ないんだもん。なんか遊ぶんだけど、これ武器リセットとかされない？え、こんなんあったっけ？お牛だね。鹿だね。これちょっとやってみるか。牛だったら多分すぐ調達できるぞ。俺はパンダ。違う、俺はパンダ、パンダの、パンダの話ね。パンダ、パンダじゃない。俺はパンダ。何が。パンダじゃなくなっちゃった。いや別に、いや牛の乳のパワーで飛ぶやん牛は。たまにこれ利用してるだけやん今回は。よくあるやつだね。アニマルコンバット。
あの伝説の、なんでアニマルコンバットここで出るんだ。探してたんだよ。なんだ。二度押しはいらないのね。はい、了解。で、ブーストで、おかしいな、挙動が。待て。上に一回上がって。というのはな、殺してやるって言ってるんだ。来たぞ。いや、これクラッタ判定なの。おかしい。バグってる。一回胴体攻撃しちゃおうか。で、足はめも一回やって、足はめも一回やって、足はめ、前つってくれ。足はめ、出ねえな、まだ。足はめで、パトカー落ちてくれ、落ちてくれ、早く落ちろ。よっしゃ、グレナガ落ちていこう。降りるもん。叩いてくれ。もう一回足はめ、足はめ、頼む、落ちてくれ、頼む。攻撃パターン入んないで。よし。で、よっしゃ、来た。こっちの方がめちゃめちゃ楽やん。紐つけた方、紐つけたらもうそれで OK なんだけど。なんだよ、そんな楽な方法があったのかよ。で、パトカー攻撃で、つく。なんだそれ、めちゃめちゃ楽じゃねえか。で、一回、いや、おかしい、一回戻って、一応戻って、さあ勝負だ。くるくる丸だけの犬はな、殺してやれって言ってて。落ちたやん。落ちた。今、YouTube の動画エンディング流れてる。落ちた。俺、このゲーム、楽しめるのなかなかおらんやろ。マジで、最初の段階で飽きてるやつ、そうそう、このゲーム。